んな固いこと言うな、アルビダン。ひとまず楽しきゃいいじゃねえかよ。まあ、なんだ。ルフィに会いてんなら俺も教えてやるよ。ほら、見ろ。そんなもんこいつが教えてくれるそうだぜ。てめえ、誰だ？あ、こいつはどうも、宴会中に失礼。なんとも香ばしい料理の香りに誘われてやってきた。俺の名はエース。以後、よろしく。いやいや、そんなご丁寧に。こちらこそ一つね。てめえが何者かって聞いてるんだよ。名前なんかどうだっていい。派手に舐めた野郎だな。船長。船長、こいつ。危険ですよ。危険のエース。白ひげんとこの二番隊隊長。白ひげ？あ、親父を知ってんのかい。それはうるさい。ネタ！ダメだ。なぜです？チャンスでしょう。ほら、どう見ても危険のエースを打ち取りゃ一気に名が上がります。ダメだ。いいか、おめえら派手に覚えとけ。白ひげの一味にだけは何があろうと絶対に手を出しちゃならねえ。白ひげはあいつはな、かつて海賊王ロジャーと唯一互角に戦った伝説の怪物なんだ。今では紛れもなく世界最強の海賊、ひとつなぎの大秘宝ワンピースに最も近い男なんだぞ。そして白ひげは何より仲間の死を許さねえ、絶対にな。そういう男なんだ。やけに詳しいじゃないか、あんた。そりゃそうさ。昔俺はこのグランドラインで直にヤシと会ったことがある。ああ、親父のこと知ってんのか。どれ、なんだおめえら、遠慮すんない。宴だろ、パッてやろうぜ。パッと遠慮す、そりゃそうだ、せっかくの宴だったもんな。じゃあよ、おめえ結構生きるじゃねえか。ほら飲め飲め。おお、ライオンがいるのか。来い、この日のは来るよ。しやってやるリッチ。